さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。今日のラインナップはこちら。1本目は宮崎サザンビューティー専門学校にて行われましたスチューデントワンコインエッセの模様を。続いて平成29年度田野町金婚祝賀会です。そして特別展遊ぶ浮世絵にゃんとも猫だらけ開会式の模様をお届けいたします。まずはこちらです。宮崎サザンビューティー専門学校ではスチューデントワンコインエッセと題する学生たちによるサロンが開かれました。このサロンは4年前から月に1回開かれていて、トータルビューティー科に通う2年生が一般客を対象にネイルやフェイシャルなどの施術を行います。いつもは学生同士をモデルに練習していますが、さまざまな年代の方を相手にすることで年齢による肌の違いやお客さんそれぞれに合わせた施術や接客の仕方を学ぶ場となっています。フェイシャルケアではクレンジングの後に毛穴の汚れの吸引マッサージを行い、学生たちは世間話なども交えながら丁寧に施術していました。初めての方も多いので説明を一からちゃんとすることとかはすごい大切にしてます。いろんなお客様に対応できるように今のうちからしっかり勉強して皆さんから頼られる美容部員になりたいです。いろんな世代のお客様とお話できてすごく勉強になります。エステやメイクなどでお客様をきれいにさせていきたいと思っています。学生たちはこの日も実践を通してさまざまなことを勉強吸収できた様子でした。美容のプロを目指して頑張ってくださいね。田野町にある温泉宿長日川で平成29年度田野町金婚祝賀会が行われ、結婚50年を迎えた夫婦8組16名が出席しました。式では戸敷正史宮崎市長からこれからもより一層幸せに健康に気遣いながら夢を持って社会に貢献してくださいとお祝いの言葉が贈られました。その後金婚者を代表していわき喜十郎八千代さん夫妻がこれからも健康でお互いを思いやり地域や社会とのつながりを大切にしながら宮崎市民として貢献したいと謝辞を述べました。式典後の祝宴では結婚当時に流行した歌謡曲の演奏や踊りなども披露され、金婚者たちは50年の夫婦生活を振り返りながら昔話に花を咲かせていました。山あり谷ありまた谷ありのような人生模様でしたけれども、二人力を合わせてやっと乗り越えて今日ここまでたどり着きました。そういう感想ですが楽しくですね平凡に行きたいですね。苦しかったことばかり思い出して怒られた時に黙っちゃってこっちが言った時は向こうだわって、それが一番いいんじゃないですか。二人仲良く暮らせればそれでいいと思います。いないと何か不安ですよね空気みたいなものです無事に健康でただそれだけです。半世紀にわたって夫婦の絆を深めてきた金婚者の皆さん、これからも歩幅を合わせて幸せな未来を築いてくださいね。宮崎県立美術館2階のアートフォーラムでは、遊ぶ浮世絵にゃんとも猫だらけと題した特別展の開会セレモニーが行われました。セレモニーでは主催者の挨拶などの後、テープカットが行われ特別展の開会を祝いました。この特別展では猫をテーマに無類の猫好きとして知られる浮世絵師歌川国吉などが制作した女性と猫が共演を見せる美人画や奇想天外な化け猫図のほか、子供のためのおもちゃ絵など浮世絵版画145点が展示されています。
優美な女性と書かれた、まあ、可愛らしい猫、そしてちょっとこう怖いですね化け猫など、江戸時代のあの猫が様々な形で表現されてますので、あのそういった浮世絵の魅力というのを存分にあの鑑賞していただけたらと思います。本当にこうあんまりこう美術に詳しくないとか、なんかこう浮世絵ってどんなのっていう方にもですね、こう純粋にこう可愛らしいとか綺麗とか楽しんでいただけますので、はい、あのそういう風な部分を楽しんでもらいたいなと思います。特別展遊ぶ浮世絵にゃんとも猫だらけは12月3日日曜日まで開かれています。今も昔も変わらない猫への愛情、浮世絵を通してその世界観に浸ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、3本お送りしました。さあ1本目、はい、はい、宮崎サザンビューティー専門学校のスチューデントワンコインエステなんですけれども、はい、あの学生さんたちのお肌がすごく綺麗なのがね、まずちょっとびっくりしましたね。それは正直気がつきました、ね、思いましたね、うん、で今回ですね、トータルビューティー科に通う2年生10人が施術を行ったということなんですが、はい、うん、あのお客様は一般のお客様が22人、はい、最高齢がなんと90歳ということなんですよ。そうですか、はい、毎月1回行われているので、もうこれに来るのがすごく楽しみっていう声も多いそうなんですよ。いい取り組み、ねえ、毎月行って私も綺麗にしてもらおうかなと思っちゃいますよね。あなたでもお金を落として帰ってください。わかりました、はい、分かりました。ねえ、さあ2本目なんですが、こちら平成29年度田野町金婚祝賀会でございますが、はい、8組、うん、16名の方、結婚50周年誠におめでとうございます。おめでとうございます。まあいろいろね、演奏なども行われたということなんですが、うん、演奏されたのはブルーライト横浜、はい、川の流れのようにまあ美空ひばりさんの名曲川の流れのようにを金婚式を迎えた時に聞くとどんな思いで聞こえてくるのかというのがね、そこに行った人しか分かんないですね。はい、重みがありました言葉も、はい、うん、佐藤君、はい、そしてあの遊ぶ浮世絵にゃんとも猫だらけですけれども、はいはい、こちらね、まあ、あの観覧料が一般の人700円で小中学生400円なんですけれども、うん、はい、あの猫のねグッズを身につけて来場すると割引が受けられる、猫の牙とか、なんか猫しゃくれとか猫しゃくれってなんや、なんや猫じゃらし、猫じゃらし全然違うでしょ、ね、そうですね、はい、でまあ、あの浮世絵に描かれてる猫の人気投票とか、はい、この猫かわいいみたいなとかいろいろあって、まあ、そういった猫の世界を感じられるようになってるそうなんで、ぜひ、ね、猫好きな方行ってみてください、はい、以上わがまちレポートのコーナーでした。